JBC ジャパンブリーディングファームカップ地方競馬の祭典のメインレース JBC クラシックでございます。まあ、これがね BC クラシックと並ぶようなね大きなレースになればいいなぁなんていうのはね、あの見果てぬ夢ではあるんですが、そんな日本のねダートの頂上決定戦しっかりね狙っていきたいと思います。まあそういうわけでですね、まあ今回もね20〇〇の2等軸から紐2点という買い方で、これはでも3連単4点20〇〇の馬の一騎打ちになって、その下がまあ紐2点なんじゃないかなというふうに考えているわけなんですが、本命がですね9番のアオーディ、連勝でねずっと来て、まあ春ね G1 帝王賞挑戦できるかなと思ったら一トンザあって、まあ秋復帰してきて、まあ、前走ねちゃんと勝ったわけです。まあそしてですね、まあここを取るためにあえて帝王賞を、まあ、使い切らなかったというねその英断を評価してですね、まあここに万全尽くしてきたぞということで、まあこの馬を本命でいきたいと思います。まあ、そして対抗が7番のコパノリッキー、まあ、この馬がねやっぱ実力的にはダートの王者というふうに言えると思います。まあ、ただ G1 初挑戦のねアオーディがひっくり返してくれないかなという願望があるわけですね。まあ、なのでまあこの馬も強いぞということで、この2頭の、ね、一騎打ちでの決着を希望しております。まあ、そして白三角肝がですね6番のサウンドトゥルー、まあ、ちょっとねこの馬も本当は去年あたりすごい期待してたんですけれども、まあ一戦級には跳ね返されてきちゃったかなと。ただ今回のメンツを見るとね、それでも上位2頭の次ぐらいには十分評価をできる成績を残し続けてはいると。まあ、入着賞金は稼ぎ続けてるってことでね、この馬は紐に入れておきたいと思います。まあ、そしてもう一頭が8番北高樽前、もうこの馬もね古豪という感じになってしまいまして、さすがに上位2頭に勝ちきる力はないかなというところではあるんですが、今年もね手薄だった川崎記念あたりは勝ったりしてですね、まあ、そしてその後も上位に来続けてる、ここも、まあ、上2頭が一騎打ちで抜けるとすれば、その次に差し込んでくるぐらいにはまだ力も残っているということで、紐に狙ってみたいと思います。まあ、そしてですね、まあ、人気しそうなところで言えば、11番クリソライト、この馬はね、まあ、消しかなと。まあ、一応ね名目としては海外帰り初戦出しと。まあ、そしてね、まあ、そこの高額賞金狙い、まあ一応韓国の一番大きなレース使ってきちゃったと。まあ賞金額的にもねここで稼いでおきたいなんてことで結構大差つけて勝ったりして必死の仕上げだった部分はあると思います。まあ、そうするとここはまあ本戦じゃないのかなということで消しでいいと思います。まあ、そしてもう一頭ですね、13番のんこの夢、これも消しでいいかなと。まあ力量的にはね十分あるんですけれども、まあ、何を思ったかね、去勢してきちゃったと。まあ、長く走るにはそれでいいんでしょうし、まあ、いずれね、種牡馬にできたとしても、そんなにね、直径が続くっていうわけじゃないですからね、ダートの場合は。まあ、そういう意味では夢なのも一代限りってことで言えば、まあ、長く走る現実ですね。夢と名付けられながら現実をとって長く走ること考えたら、っていう決断をしてしまった。まあ、そして、ね、その去勢明け初戦っていうのはさすがに、まあいろいろとね体調とかここはひとたたき、まあ次以降に、ね、期待ということでここは消しでいきたいと思います。まあ以上、3連単4点で JBC クラシックでしっかり当たってくれると思います。ハッチでした。